こんにちはナミさんそして動画をご覧の皆様えフリーランスいわゆる独立企業して失敗する人の5つの例をナミさんに紹介していただきまして今日で終わったわけなんですけどもここからね私からもちょっとメッセージを出したいんですけどもこの失敗する原因を5つ今回挙がりましたけどもこれを取り除いて克服したからといってだからといって失敗しないわけではないんですよ、えー、例えばね1つ大きな成功したらその成功体験によって失敗するってことあるんですよね つまりは勘違いしてしまうんですよ。これが自分の実力だというふうにね。これがずっと続くものだと思ってしまうんですよ。でもそんなことはないんですよね。やっぱりこうタイミングってものがあります。たまたま当たったと思わなきゃいけないんですよね。そして自分の売り上げは自分の力でというよりも多くの人の支援でうまくいったというふうに感じなければあならないんじゃないかなと思います。そういう意味で言うとね日々感謝これ忘れてはいけませんし自分の商売つまり商いに対して商い心を持つ。 が必要なななんじゃいいかなと思まます、まあ、熟練していくってことは必要かもしれませんけども飽きてしまうんではなくてねやっぱこう達人になっってていくとところが大事だと思うんですよやっぱこう1年やれば1年分3年やれば3年分5年やったら5年分の中身がしっかりと詰まったものにしなければなりませんしそして自分のビジネスっていうのは常に変化を求められますもしかしたら商品を変えないといけないかもしれませんし出店する場所を変えないかも変えないといけないかもしれません 場合によってはですね、自分そのものが変わっていくっていうこと。世代交代をしないと自分の事業が持たないってこともあるんですよ。これはあまりよく考えられていないことなんですけども、やっぱりね、あの、誰がその商売を扱うかってことにも賞味期限があるんですよね。まあ、ですね、自分の賞味期限が切れたなと思ったら、静かに後継者に道を譲っていくこととか、あその事業から撤退するってことも大事になってきます。で、撤退してそこで終わりではありません。 撤退してそこから始めれるものをまたね見つけていく探していく作っていくっていうこの創意工夫常にクリエイティブな精神を持って挑戦していくことが大事なんじゃないかなと思います挑戦には怪我や失敗がつきものですけどもでもビジネスをやって命をかけるっていうのは怪我や失敗を恐れないで一歩前に進むことの繰り返しではないかなと思いますね最後までご覧いただきましてありがとうございましたこれからもまいひめさんの動画よろしくお願いします概要欄につけてあります